シュルク、シュルクよ。誰？僕を呼ぶのは。シュルク、君は未来を垣間見る能力を得た。それは神の定めた因果律、運命を見る力。神？巨神のこと？なぜ未来を変えたいと願う？なぜ神の意志に逆らおうとする？なぜって当たり前だよ。誰だって嬉しくない未来は変えたいさ。それが神の意志だって従いたくはない。そう、ならばシュルク、君は君のモナドを見つけなくてはならない。僕のモナド？そうだ、それこそが唯一の。そうはいかないよ。だって君はもういないんだから。